私が研究しているのは小さな工房とか小さな工場とかそういった小規模な製造者さんが作っているもの、まあ、いわば伝統工芸とかあとは手作り品とかそういったものの研究、そしてデザインとの関連を研究しています。私大学の教員になる前は博物館の学芸員だったんです。その時親方とか職人に数多く会うことができました。その中で親方たちは自分の息子さんを後継者にしたいだけど、なかなか物が売れないからどうしたらいいかとか、あとはこんなことで悩んでいるとか、そういった悩みをたくさん聞く機会がありました。そこで私は守るだけではなくて進行していかなければ工芸に未来はないと思いまして、研究の方向転換をいたしました。それで職人さんたちの役に立ちたいと思ってこの研究を選びました。授業では経営の歴史とデザインについて教えています。皆さんはデザイン思考という言葉を聞いたことがありますか？デザインというのは見た目が洒落ているとか見た目がかっこいいとか、そういったことだけじゃないんです。デザインとは社会を美しく変革する構想のことです。社会が良くなるように、社会がもっと美しくなるように、そういった全体の計画を考えることがデザインそのものなんです。そんなことを皆さんにイメージしてもらえるような授業を心がけたいと思っています。研究というのは私は優しい雨のようなものだと思ってるんです。雨が降ります。そして雨は川になって、そして大海に注いで海の生き物たちを育てていきます。そして海の水は消化してまた水蒸気になって再び大地を潤します。そのような循環が研究だと思っています。この研究がないと産業も社会も育っていかないのではないかな、そんなふうに思っています。デザイン思考を通じて自立して考えられる人、自分で考えて自分で行動を起こせる人、そんな風になってもらいたいなって思ってます。経営学部でデザインを学べるのが本学の魅力です。ですから高校生の皆さんにはデザインとは何だろう、良いデザインとは何か、社会を変えるデザインとは、そんなことを経営学部で学んでほしいと思っています。デザイン思考は構想する力です。皆さんで一緒に学んでいきましょう。